どん伝説を受ける今の成績じゃあかん。阪神岡田彰布監督の新春インタビュー、若き主砲佐藤輝明内野手には大きな期待の裏返しで、ついつい口調が厳しくなるのもお約束だ。期待というかあの数字じゃあかんと思うよ。左で新人から20本3年打ったのって初めてなんやて、なあそういう意味ではすごいとは思うけどな。でもその数字はあいつのポテンシャルから言うと本当にまだ発揮していない。もっと上の数字を出せるから俺はハットをかけてるんよ。できないやつにはやれとは言わん。ドンちゃんは期待してる選手ほど厳しいてる。森下に厳しいのは大好きの裏返しやからな。1年目の前半がすごすぎたからな、あれをどうしても期待してしまうよな。あの高くバットを構えるフォームかっこよかったけど、寝てる本人もまだできたと思うと反省してたみたいだし、今季も期待したい。ドンデンが厳しいのはいいんだが、それを大目に人格否定のごとくテル高く人間出てくるからな。これテルの調子悪い時にドンがああだこうだ言うたら、それに釣られた記者がスタメン外すとかって言ったら、ドンがなんでそんなん新聞屋が決めるねんって怒ったの、おもろかったわ。当時の記者とのやりとり、外すとかそれは俺が決めることやん。そんなん新聞社に言うことじゃないやろ。外すとか使うとか、なんでよそれ、そういう質問するからおかしいことやろ。ほんま記者が誘導するのムカつくわ。なんとか岡田にテルちゃんを下げるようなこと言わそうとしやがって。後にも先にも他の誰にも真似できないような成績を残せる選手やと思ってるってことか。Y の想像以上に評価してたわ。なんとら速報はこれからも阪神タイガースの動画をお届けするので、阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。